はい。坪さん、まず、浦和レッズはね、先週、リーグ戦で、ミハイロ・ペトロビッチ監督率いる札幌に4対1で勝利しましたが、その試合でもう、ものすごい活躍を果たしたアレクサンダー・ショルツなんですけど、これ、坪さん、僕もちょっと、誇張なく、歴代の浦和のディフェンダーの中でもかなり上位に入るような、だいから、や、かなりいいですね。これは坪さんも含めてるんですけど、私的に。いや、まあ、僕よりいいんじゃないですか。改めてね、ディフェンダー目線でこのアレクサンダー・ショルツの凄さを語っていただきたいんですけど、まず率直に坪から見て、どんなプレイヤーだって思ってますか、この選手。まあ、簡単に言うと、まあ、クレバーな選手かなっていう。もちろん体格的には、恵まれている体格はしているけれども、まあ、それに頼るのではなくて、非常に予測の部分であったり、ポジショニングの修正であったりとかって、そういったところの、クレバーさ、駆け引きも含めて、非常に賢いディフェンダーだなと思いますボール扱いもすごくうまいんですよね、ね。そういうね。基礎技術がうすごまい。いです。うまいですね。まあ、自分でボールを持ち運ぶっていうのもそうなんですけども、ショルツのインサイドパス、僕ね、注目して結構見てるんですけど、結構速い強いパスなんだけど、なんだろうな、受け手がすごいトラップしやすそうなインサイドパスなんですよね。そう、だからまあ、あれがまあ、当て方というか、ちょっとそこまで僕もよく詳しくはわからないんですけど、まあ、軌道とか感じを見てると、すごく相手のことを受けやすいような、インサイドパスを出してくれるので、そこは非常にいいっていうことと、あとドリブルの持ち運びですよね。なんか特別フェイントしてるわけじゃないんですけどね。なんか一直線になんか前に進んでるだけに見えるけど、取られないんですよね。あれ、まあ、おそらくやっぱ緩急だと思うんですよ。こう、一瞬止まってパスを匂わせながら、また前に持ち運ぶっていう。で、よくセンターバックでありがちなのが、こう、運んで運んで運んで、結局困って預けて、もらった相手も困るってあるじゃないですか。笑ったりと、ありがちですね。よくありがち。そこでよこすなよみたいなね。そうそうそう。だったらもっと早くパス出しとけよっていう。いうのが、ショルツに関しては本当にないですですね。ね。今、なんかちらっとツボの話聞いてて思いました。ディフェンダーっていつかは縦パスを出すだろうっていう、相手側からすると予測があるけども、ショルツはそれを逆手に取って、どんどん前に進んでくるみたいなイメージだね、きっと。そうなんですよ。で、剥がして剥がして、最終的に、まあ、前線の選手についているディフェンダーが自分のとこに寄ってくるようなタイミングで前線の選手に預けるっていう、そこら辺の駆け引きが本当上手だなと思いますで、何度も何度もそういう、まあ、ドライブというかね、前にね。こう進めていくプレーを見せてきたショルツですが、ついに札幌戦ではそれが実となりまして、素晴らしいゴールでしたね、あれ。素晴らしいのでね、センターフォワードかと思いましたよ。しかもあれ、インターセプトから始まってるんですよね。だからセンターバックで、からさ、完璧でしょ、あれ。完璧です。僕も一度はやってみたかったプレーです。関根のパスも良かったんですよね。はい、関根のパス、本当あれ抜群のパスでしたね。あれが強くても弱くても多分ダメだったと思うので。まあ、だからそこに合わせて関根に預けてからも、まあ、僕の見た印象ですけど、ちゃんとやっぱり関根のタイミングを見て最後背後に飛び出してる気がするんですよね。こう、預けて、なんとなく、なんか勢いに任せて、うわーって背後取ったっていうよりかは、預けて関根が出せるタイミングになって、またさらに背後取りっていうのは、そんな印象があるので、まあ、辺の動き方っていうか、パス出すだけじゃなくて、自分が受けるときにも、状況判断がしっかりできてるっていうのが、すごいなと思いましたね。相手、一応、こう、青木くんですかね。戻り気味、マークも知ってたんだけど、並走しながら、こう、逃げていくような、ストライカー的な入り方でしたね、あれ。なので、まあ本当に辺の攻撃的センスっていうのも、守備だけじゃない攻撃的センスがあるっていうのがまた、なんとも素晴らしいですね。最初の序盤にちょっと僕も言いましたが、坪さん的に浦和レッズ、いわゆる
歴代ディフェンダー、ベスト3にやっぱり入れたくなっちゃいますよね、この人ね。いやいや、もう間違いなく入るんじゃないかな。まあ、僕、自分がいた時より前はちょっとあんまりわからないので、一緒にやっぱプレイしてないので。ね、だから、実際ギドとかもちょっと実際はわからないので、自分が一緒にやった、間近にしっかり見たっていう中では、まあ、間違いなくトップかなと思いますね。で、それに付随して、新しく今季から新加入したマリウス・ホイブラーテも非常にレベルの高いプレーしてると思うんですが、これはツボから見てどうですか？最初こそちょっと苦戦しそうかなっていう、感じがあったんですよね。まあおそらく彼すごく大きい選手で大股、まあ足も長いので、日本人の細かいステップワークとか細かい動きに対してちょっと苦労するのかなっていう印象あったんですけど、そこが非常にうまく適応してるなっていうふうに感じてます。そうですね。なんか、結構また開くイメージあるんだけど、でもまた抜かれないんだよね。あれ、しっかり予測してるんでしょうね、人本人がね。そうですね。まあ、あとは、まあ、ショルツの存在っていうのは大きいのかなっていうのを思いますし、まあ、ただ彼の方がやっぱり前の潰しというか強さっていうのが、ショルツと比べるとより、まあ、ストロングポイントというか、わかりやすくプレイしている、そういうプレーが特徴がわかるかなって感じがしますね。ヘディングの空中戦はね、もしかしたらショルツ強いかもってイメージね。まあ、その辺もしっかり体の当て方もそうだし、落下地点に入るところもそうですし、まあ、で、足も結構速い感じするんですよね。うん、早いと思いますね。まあ、そういう意味では、やっぱり足を細かく運んだりとか、背後のスペースをカバーしたりっていうのも、おそらくできる。うん、ですね。だから慣れて、これが必要だと思ってやれば多分できる選手なんだなっていう気がしてきましたね。それから、ホイブラテに関しては、左足のキック精度も非常に高いですよね。そこも魅力ですよね。あと、まあ、ショルツ同様、ホイブラーテもやっぱ結構持ち運べる。で、彼の方がショルツとの違いは、遠くにやっぱ飛ばせれる。なんで、まあ、ショルツの方が割と直線的にスピードに乗って駆け引きをしながら緩急で持ち運んでいくんですけど、ホイブラーテの方が割と、まあ、自分の前でゆっくりゆっくり前に運んでいって、こう、左足でいつでも蹴れる体勢を作ってる。っていう印象があるので、あれはやっぱりくさびとか逆サイドの、まあ、サイドアタッカーっていうんですかね、フラワーの。とかめがけて、そういうイメージが常にあるんだろうなっていう感じはしますね。ホイブラーテもショルツも別の個性を持ちながら、ビルドアップ能力も高いですから、相手からするとなかなかボール奪いにくいディフェンダーですよね、あれ。そうなんですよね。今、浦和がやっぱり、あれだけサイドバックがマイボールの時に高く取れるっていうのは、やっぱりショルツとホイブラーテのコンビだからこそできるのかなっていうのは、この間の札幌戦見てもやっぱ感じましたね。今お話ししてくださったのを見ると、ホイブラーテもショルツも、現役時代のツボと全く違うタイプのディフェンダーだよね、もう。それぞれね。そうなんですよ。持ち味が全く違う。だから、僕が自分がもし現役で一緒にやらせてもらえるとするならば、2人がいて、センターバックの真ん中に3バックで入りたいです あ、真ん中で入りたいの？ストッパーじゃなくて。ね。真ん中に入りたいです。あ、じゃあ、ほとんど自分は関与しないで、二人の様子を見ているパターンね。で、こぼれたところスッてカバーリングしていくっていう。自慢のスピードでね。あとは、まあ、僕がインターセプト狙うときは、正面はインターセプト僕狙うから。どうする？二人とも90分間ほとんど背後にボールをよこさなかったら、全部前で止めてくったみたいな。そしたらもうそんな楽なことはないですからね。これやっぱり、この二人の存在は、この今のところ、スポルジャ監督体制の裏にとっては、やっぱり大きな武器になってますね、これ、成績も。いや、間違いないと思いますね。あと、なんとなく、そう、スコルジャー監督が、おそらくは、守備の部分で言えばハイプレス。攻撃の部分で言えば、シンプルに前線背後をついていく攻撃っていうのは、もしかしたら、もっとやりたいかもしれない。けれども、2人だからこそ、やっぱり、そうじゃない部分っても、まあ、あとは岩尾も含めてですかね。現実的にじゃあ、選手たちがやりやすいとか勝ち点を取るために、
どうしようかっていうのも、あの二人がいるからこそ、その両方ができるっていう、監督のやりやすさもあるかもしれないですね。ですね。なんかその、自分、監督の中でいろいろなその、好みとかね、スタイルへのこだわりみたいなのありますでしょうが、素晴らしい選手を2人保有したことで、あ、こういうやり方もできるのかなみたいな引き出しが増えてるのかもしれませんね。そんな気がするんですよね。しかも、あの2人入るだけでヨーロッパテイストがなんか漂いってのはやっぱすごいですね。その影響力。すごいですよ。で、もう一つ、ディフェンダー目線の坪さんに語っていただきたいのは、札幌戦で、PK を獲得したり、それから相手を退場に追い込んだりした、フォワード興梠慎三なんですが、何度もね、